はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます、神田野菜です。やっとですね、トウモロコシを植える時が来ました。今回は、ヤマトルージュっていうね、新しい品種がありましたので、それをね、栽培しようと思います。で、こちら苗が出来上がりました。一応 1,2,3,4 枚目が出てしまったんですけど、まあ、ギリギリセーフっていう感じですかね。で、ちょっと水やってないもんで土がね、パサパサしてますでこんな感じですね。今からこれを、この前ね、マルチを、メーカーヤンマーさんの方に、ヤンマーさんからね、教えてもらって畝をね、立てましたので、こちらに今からね、3畳で植えていこうと思います。60センチ畝を作ろうと思ったんですけど、マルチがもうこれしかね、一本化しようと思って、この90センチ畝でやっていこうと思います。なので3畳ですね。3畳でやっていきます。で、3パレットありますので、1列に1パレット使って、どこまでいくかね、わからないんですけど、やっていこうと思います。で、場所が、今ここ畑の端っこの方になります。で、今ね、こちら3列、まあ、一番向こうはちょこっとしかないんですけど、こちらね、一番右端はオクラを予定しておりますので、ここはね、今開けております。で、今ここね、バサバサ風でね、なびいてるんですけども、今からね、管理機でこの盛り上がった土を寄せて、ボコボコしてるところには土をかけて、やっていこうと思います。で、今日ね、本当思ったんですけど、僕は YouTube でね、農業を勉強しております。で、先生がですね、まあ、T 先生とあと、H 農園さんですね、2人の先生がメインの先生になりますが、その先生たちがですね、やっぱすっごい上手いんですよね。畝立てとかトラクターとか、マルチを張る技術がですね。で、あんまりね、このボコボコのマルチがめちゃくちゃね、恥ずかしくて、下手くそだなと思ってたんですけど、今日ね、向こう地元松、他の畑行った時にね、周りの農家さんも、むしろ僕の畑よりもね、ボッコボコの畝を作ってました。なので、動画のね、先生たちがうまいだけで、周りの農家さんはね、意外と、僕とレベルがもしかしたら一緒かもしれないし、むしろ僕の方がうまいかもしれないです。まあまあ、あまりその辺はね、関係ないと思うんですけども、ちょっとね、あまりにもひどい畝だったので自信をなくしてたんですけど、まあまあ、人は人、自分は自分ということで、まあまあ思ってたんですけどね、やっぱりうまい下手は農家さんによってあるんだなと思いました。はい、ということで、お母さんは今から、トウモロコシを植えて、僕は管理機で、このね、山になった畝間をきれいにしていこうと思います。裾、マルチめちゃめちゃ、うん、よいしょ、おお、やばいやろ。はい、終わりました。一応人参の畝の中耕と、こちらですね、トウモロコシヤマトルージュの定植が終わりました。で、45メートルぐらいかな、違うな、42、3メーターのうち半分ぐらいですかね、来ました。一応それ最初の方ですね、間違えて3畳でやってしまって、途中からね、3畳っていうか、3畳の千鳥でやりました。ちょっと近すぎるのを気づくの遅すぎましたね。まあまあいいでしょう。ちょっとね、こちら北九州、福岡の北九州なんですけど、マルチも、マルチない、マルチはしてるんですけど、トンネルはね、なしでやろうと思います。一応ね、育苗の時からね、ずっと、箸してすぐね、何もビニールトンネルも、不織布もかけずに、
ずっとね育ててきましたので、マルチをかけて少しはね多少なりあったかいので、これでね成長どんなもんかね見てみて、来年も、栽培方法いろいろね考えたいと思います。で残りもうちょっとあるんですけど、そちらはね直巻きして、で手前2つはですね、オクラ、あとナスピーマンと、あとなんかちょっと忘れましたけど定食予定です。でマルチを張るのが下手くそすぎてですね、こんな感じで水が溜まってあります。これもねこうやって僕の有機栽培の先生もあんまり見てないんですけどね、その方もこんな、デコボコゴロゴロ石のところの畑でマルチを張ってねこんな感じで水を抜いてるのを見てね参考にさせてもらいました。いいアイデアですね。であとは土をかぶせて、バタバタしないようにやっております。はい、じゃあこの畑はですね一旦で、人参とトウモロコシ、あとオクラとナスピーマンですね、一応背が高い順にこっちから低い順にずっと、背が高い順にこっちからずっとですね人参があちらになります。で今度人参が終わったらですね、順次片付けしていきながら、牛糞堆肥とか雑草堆肥を入れて、まあ少しずつね土壌改良していこうと思います。はい、じゃあそれでは今日も業務お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。バイビー。杉田くんすいません、なかなかお身柄飛びいけません。バイビー。